か？私なんかがそのような偉大な人になれるのでしょうか？ジン団長は、セピロス騎士団を支える柱であり、私が追い続ける目標でもあります。ジン団長の実力に近づけたら、それだけで私は満足です。彼女みたいな立派な騎士になるには、どうすればいいのでしょう。そうですね。確かに、目標がすごく高いものであれば、すぐに達成できなくても納得がいきます。しかし、やはり私には、どうすればジン団長のようになれるのか、皆目見当もつきません。ええ、確かにジン団長は、市民のために直接手を差し伸べてくださります。強くて、優しくて、私はまだ、ジン団長のようにはなれませんが、少なくとも、彼女みたいな優しい人になりたいと思っています。では、まずは門戸へ戻って、手助けが必要な方がいらっしゃるか探しに行きましょう。中で何も見えてなくて、もし見つからないのなら騎士団にお願いしてみるってのはどう？ジン団長ならきっとすぐに見つけ出してくれるはずよ。ありがとうございます。もう少し他の人に聞いて、それでも見つからなかったら騎士団にお願いしてみます。うん、すぐに見つかることを祈ってるわ。それじゃ。はあ、騎士団に報告するべきでしょうか。マージョリー様、何かトラブルですか？あら、ノエルさん。はい。実は、スメールから仕入れたモノクルが一つなくなってしまったんです。私が仕入れたばかりの品物を整理していた時です。モノクルが割れてはいけないと思い、別にして置いていたんですが、整理を終えて見てみると、なくなっていたんです。周囲の人にも一通り聞きましたが、誰も見ておらず。同じようなことですか？はい、ありました。あなたもご存知の通り、私の店では珍しい品々を置いています。以前にもスズキの木彫りや骨の装飾品などがなくなったことがあるんです。どれも騎士団に報告した後すぐに見つかりましたが、あの以前なくされたものは結局どこで見つかったのでしょうか？スズキの木彫りは本物の魚と間違えたらしく、マーガレットさんの子猫が加えていました。骨の装飾品は最終的に外の犬小屋で見つかりました。いえ、ジン団長の仕事をこれ以上増やすわけにはいきません。ジン団長の時間はもっと有益なことに使うべきです。マージョリー様、モノクロを探す件私に任せていただけないでしょうか？ジン団長のようにすぐには見つけられないかもしれませんが、必ず見つけてみせます。はい、願ってもない申し出です。しかし、ノエルさんに頼むのは騎士団に頼むのと一緒な気もしますけど、まずは物を探す前にもう少し情報を集めた方がいいですね。モノクルのこと以外にもなくした時に何か不審な点はなかったか、マージョリー様に詳しく聞いてみましょう。早速何か進展が？聞きたいことがあるのでしたら何でもお聞きください。思い出せる限り答えます。なくしたものはモノクルです。スメールから仕入れたものですので、見た目ですぐに見分けがつくかと。他の特徴といえば、軽くて小さいってことくらいでしょうか。状況ですか。私はその時、視線を下に向けて品物の整理をしていたので、周囲のことはあまり気に留めていませんでした。しかし、この辺りは人も多いので、誰かに盗まれたのであれば、他の人が見ていたはずです。
音ですか？そういえば、あの時なんだかパタパタといった音が聞こえました。ただ、すぐに音はやみ、このことについて周りの人に尋ねても手がかりを得られなかったので、以降は気に留めていませんでした。なくしたものと関係があるのでしょうか？はい。その音は多分私の後ろを通り、北西方面に向かっていったと思います。そういえば、そっちの方はまだ見に行っていませんでした。先輩、そこに行ってみましょう。誰か知っている人がいるかもしれません。という音？すみません、その時はこの辺にいなかったので。もし手伝いが必要なら遠慮なくお声掛けください。失われたモノクルとパタパタする音？さあ、そんな情報は聞いてないけど。すみません、グローリー様。一つお聞きしたいのですが、先ほどパタパタという音を聞きませんでしたか？マージョリー様がモノクロをなくしてしまい、この近くを捜索しているのですが。パタパタですか？ええ、覚えてますよ。多分山柄が翼を叩く音だったと思います。今日はいつもより重い音になっていました。何かを持っていたのでしょうか？もしかすると山柄がモノクロを持っていって巣作りに使っているのでしょうか？以前屋根の掃除をしていた時、山柄の巣を見たことがあります。一緒に確かめに行ってみましょう。これで手がかりを見つけられますね。ありがとうございます、クローリー様。どういたしまして。風神のご加護があらんこと。受けてもらった時はかなり時間がかかったので、騎士団には処理しなければならない仕事がたくさんありますから、ジンさんがどんなにすごくても一人では処理しきれませんよね。ノエルさんがいてくれてよかったです。私たちも毎回騎士団にお願いせずに済みますので。あら、そういえばノエルさんってまるで二人目のジンさんみたいですね。そんなことないです。私なんかがジン団長と一緒だなんて。私にできることは些細なことだけですので。いえ、些細なことであろうとも、私たちにとっては自分の力で解決できない困りごとに変わりはありませんから。ノエルさんが将来正式な騎士になれば、そういった時間も取れなくなりますよね。それはそれで少し寂しい気がします。そんなことありません。
もし本物の騎士になっても皆様のお困りごとを解決し続けます。ただの冗談ですよ。ノエルさん、頑張ってくださいね。モンドの皆さんもあなたが騎士になる日をきっと期待してますよ。私、もっともっと頑張ります。今回も本当にありがとうございました。今度はモノクルをきちんとしまっておかなくては。騎士になった姿ですか？そうですか。はい、多分もう怖くないからだと思います。昔は自分が騎士になった姿を想像するのが怖くて、期待が高まるほどその分失望をしてきました。しかし将来騎士になっても私は今と同じことをやっているのではないでしょうか。些細なことでも、どんなに疲れるようなことでも、だって私はメイドとしてではなく自分の意思でこういうことをやっているので。はい、誰かになるとか失敗するかもしれないとか、そんなことは考えずに、次の試験では前よりももっと私らしさを発揮すれば、いつの日か私も必ず自分が誇れる騎士になれると思います。